せっかく作った長尺動画、ショート動画にできないかな今日はそんな長時間術を集まる集客テレビ局長が解説していきます。今回も VREW という無料ソフトを使います。このソフトはこの動画のような AI 音声を生成して撮影や録音なしで動画を作ることもできるのでおすすめです。他の動画でショート動画の作り方も解説しているので参考にしてみてね。 電子書籍版もプレゼント中です。今回の動画内容も電子書籍版で用意したのでダウンロードしといてね。ブリューの動画リミックス機能という新機能を使って短くします。ようやく動画を作成。ハイライトの作成。2つのモードがあるのでそれぞれの解説をしていくね。ようやく動画は長い動画を AI 音声と AI 画像生成で新しく動画を作ってくれます。 全くの別物になるので新しいコンテンツとして出しやすいね。逆に自分の音声で撮影した動画も AI になってしまうのでチャンネルの方向性に合わない場合はあるかな。曲調動画みたいな場合はとっても最適だね。ハイライトの作成。こちらは動画の内容を AI さんが解析して 重要な部分を短くまとめてくれます。イメージ的には、切り抜き動画かな。小弱動画を公開する前に、ショート動画で案内しておく場合など、とても有効。映画とか漫画とかの予告編みたいな感じだよね。ところで、映画館で予告編見ても、何が見たかったか、曲調はいつも忘れちゃうんだ。みんな覚えておけてるのかなさてさて、それぞれの機能が分かったところで、実演パートで、実際に作ってみるね。作成パート。 動画はご自身で撮影したものを用意しておきます。すでに字幕を埋め込んだ状態で動画ファイルとして出力してある場合は、一旦字幕を消した状態で再出力したものを使うと字幕が被らないよう、ファイル新規で作成より短くしたい動画ファイルを選びます。すると動画を読み込む際のオプションが設定できるんですが、音声分析を行ってください。ここで分析をしないと動画リミックス機能は使えないので、 気をつけてくださいね。字幕がある場合は、ァイル、または、テキストを貼り付けして読み込みしましょう。この工程は未編集の動画データを使う場合や、他のアプリで一度出力したものをリミックスする場合のみ必要です。ブリューで編集してあるデータがある場合はこの工程は不要です。するとこのような画面が出てきて、音声データの抽出が行われます。ちょっと時間かかるので、待ってくださいね。局調はせっかちなので、 この間に他の作業しちゃって、編集のこと忘れちゃうんだな。困った。するとこんな感じでテキストデータが読み込まれて動画の音声と合わせてくれます。マジで紙機能だよね。今回は長尺の16対9動画から YouTube ショート用にするので9対16サイズに変更しておきます。するとこんな感じで縦長になりました。続いてサイルから動画リミックスを選んで今回はハイライトで作成してみます。 しばらく待つと大事な部分を書き出してくれますが、このままでは日本語が不自由すぎる人状態なので手直ししましょう。いらないクリップを削除したり不足しているクリップを追加します。シーン1のオリジナルから必要なところをコピーしてシーン2の追加したいところの1個前のクリップを選択してペーストすると追加できます。こんな感じで全体を調整します。 続いて必要に応じて字幕の位置を修正します。今回の動画では字幕が重複しているので非表示にしました。ハイライト動画にするとこのように全体のタイトルが入るので見やすく修正しましょう。この動画は本店への誘導が目的なので本店のサムネイルを入れてみました。これだけでは何のことかわからないので文字も入れてみましょう。挿入からデザインテキストへと進むといろんな見本があるので そのまま使ってみるのもよし。本編はコメント欄へと書いてみたよ。視聴者さんが迷わないようにわかりやすい言葉でするべき行動を書いてあげてね。最後はエクスポートボタンから MP4 ファイルでの出力を選んで完成です。お疲れ様でした。一つの動画でコンテンツが二つできました。この方法のいいところは一粒でにと美味しいだけではなくて予告編を作ることで 本店への期待感を高めることができちゃうんだよね。魅力的な予告編を作って本店を視聴してもらうということはずっと研究していかなければならないことだからこれからも局長と一緒に学んでいこうね。それでは今日の動画も最後まで見てくれて本当にありがとう。次回の動画も個人企業家さんの悩みを解決していくので楽しみにしててね。